日本があるべき姿のためにも強引にでも推し進めてほしいものです。どうも、非イズル国 TV のお時間です。さすがは岸防衛大臣、先日も2016年以来現職の防衛大臣として見送っていた靖国神社への参拝もしていただいたようですし、今回はほとんど国内メディアには出ていない話として、オーストラリアメディアとのインタビューにて米中の現状を的確に見据えて日本がどうすべきなのかを語っている内容が必見です。ではご覧くださいませ。米国の最も重要なアジアの同盟国が中国の軍事的台頭に関する懸念の声を高めている。日本の麻生太郎副総理は先月、中国による台湾侵攻が日本の存立を脅かす恐れがあると警鐘を鳴らした。今度は岸信夫防衛相が西太平洋地域における米国の相対的な衰退とその空白を埋めるために、日本が軍事面で存在感を高める必要性があることを率直に認めた。この発言は、ゴーシシドニーモーニングヘラルドとのインタビューの中で行われたものだ。岸氏は、米中の力関係の変化が非常に目立ってきた一方で、台湾をめぐる軍事的争いが中国に有利な方向に大きく傾いていると述べたと同氏は報じた。さらに、同氏は、中国が力と威圧を後ろ盾に一方的に現状を変えようとしているとし、我々は自衛できる構造を構築しなければならないと述べた。日本の政府当局者は、通常公の場での物言いは穏やかだが、中国の甚大な軍備増強は無視できなくなっている。軍事アナリストのトーマス・シュガート氏が作成した豪シンクタンクローウィー研究所の新しいリポートによると、中国はほとんどの尺度で世界首位のシーパワー海洋勢力となっており、過去5年に中国が追加した軍艦は80隻であるのに対し、米国は36隻にとどまるとの内容です。岸防衛大臣による心強い発言ですが、まさしくおっしゃる通りですよね。米インド太平洋軍のデイビッドソン司令官が2026年までに西太平洋における軍事力で中国軍が米軍を上回る可能性があると警鐘を鳴らしていることからも、日本の軍事的な自立は急務と言えますね。現在日本は核抑止力、敵地攻撃力、装備、情報収集、この大きな4つのカテゴリーを米国に依存しているとされています。最終的にはこれら4つとも自立させる必要がありますが、まずは装備、情報の分野の自立性を高めていく必要がありそうですね。実は岸防衛大臣は2019年10月に経団連首脳とも初めて意見交換をしており、日本の防衛力強化に向けて動いているようです。これも自分たちの国は自分たちで守るという決意の表れと言えるでしょうね。その後も防衛装備庁と経団連防衛産業委員会は8回意見交換を行っており、岸防衛省は民間の柔軟な発想に基づく斬新な提案を期待していると話し、今後も意見交換を継続する考えのようですね。日本には素晴らしいものづくりの技術がありますから、国産装備に期待したいところです。また日本の世論も未だに有事の際には米国が守ってくれると思い込んでる節があるでしょうね。この世論を変えていかない限り、日本の国防意識は低いままでしょう。岸防衛大臣もこのような意識を変えようとしているのか、小中学生向けの初めての防衛白書においてそのことが伺えます。この白書の中では、国を確実に守るためには日本が国を守る意思と能力があることを周りに示し、日本から何かを奪うのは難しい、日本とは戦争したくないと思わせることが自衛隊にとって一番の勝利なのですと記述されています。戦後間もない頃からアメリカが守ってくれるという思い込みがどこかにあったと思いますが、これからの時代に合わせて国民意識も変えていく必要があるでしょうね。米中の国防費にはまだ3倍以上の開きがあるとされていますが、
世界へ部隊を展開する米軍に対し、中国軍は自国周辺の安全保障に集中していますから、もし米軍の主力がアジア太平洋からヨーロッパや中東に移動すれば、日本の周辺が手薄になって実力が逆転することも考えられます。また、今話題のアフガニスタン情勢でもバイデン氏は、アフガニスタン軍が自ら戦おうとしない戦争で、アメリカの兵士が戦って死ぬことはできないし、そうするべきではないと強調しており、日本もまずは自分たちで何とかする必要があるでしょうね。反日メディアや反対勢力に惑わされることのないよう、あるべき姿の日本であってほしいものです。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。最近中国の空母もこれまでのレジャー施設から貨物船並みの能力を獲得している。中国製の艦上戦闘機が減らした燃料とパイロット以外を乗せて発艦できる能力を獲得する日も近いだろう。脅威は日々大きくなっているので、日本も一日も早い空母と F-35B の配備をとっとと核兵器容認しろよ。日本は核兵器を持つべき事態なんだぞ。いや、自分の国を自力で守るのは当たり前の話だろ。どこの国でもやってること、アメリカ頼みの現状が本来ならおかしいでしょ。そりゃアフガニスタン見たらそう思うよね。さっさと核武装するべき。あの北朝鮮でも核兵器持つだけでアメリカが手出しできてない。軍備増強するにせよ、核武装するにせよ、まずは国内の反日勢力を一掃することから始めないと。あいつらがいる限り一歩も前に進まんと思うぞ。そもそも米の影響力の低下云々はオバマの時に表面化してるだろ。だからこそ諸外国との連携やクアッド構想の構築なんかやってるのに、未だに国内ではバカみたいに騒いでる連中が多いが、危機感がまるでないんだろうな。危機感があるのはありがたい。やはりいつかは岸総理で。以上、本当の意味の自立をして、ぜひとも靖国で先人たちに報告したいです。